はい、ということで今回は伊達市立ピンク中学校の先生を希望したいという方が、2人いるので、今回はその方の面接をしていきたいと思います。はい、それではどうぞ入ってください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ一人ずつお名前をください。来ました。はい、シナリアンです。石井さんです。お願いします。お願いします。じゃあ座ってください。じゃあまずは志望動機をリオンさんからお願いします。来ました。小さい頃からの夢で、ずっとやりたいっていう思いがあったんですけど、今回そうこの学校を見つけて、もうここしかないと思って応募させていただきました。そうですね。はい、はい、では次の方どうぞ。同類です。あ、理由が同類の終わりです。はい、ありがとうございます。同類です。年齢は何なんですか？私は51歳52歳。私と同じ人なんですね。何歳？じゃあ、63歳。11歳娘です。孫の年齢。お孫さんがいらっしゃるんですね。お孫さんいますね。先生になってやりたいことは何ですか？生徒を笑顔にすること。笑顔が大切だと思うので、楽しい授業をやっていきたいなと思ってます。どうやって笑顔を作らせますか？話し合う回数を増やしたりとかして、生徒同士の仲を深めて、学びを、楽しさを伝えていきたいと思ってます。じゃあ次の方どうぞ。やっぱり、そういう話し合いって大事ですよね。話し合いと笑顔を一緒なんですね。一緒ですね。あ、全く一緒なんですね。はい、年齢が一緒なんですね。あ、はい、言いましたよ。あ、いえ何の教師をしたいですか？国語。やっぱりみんなに日本語を教えていきたいなと思ってます。あ、日本ですけどね。あ、そう、日本なんですけど。そうですね、日本語を教えたい。日本語を教えたいです。わかりました。でもやっぱイングリッシュですかね。イングリッシュやりたいですね。だからやっぱり海外とかにも留学とかあるじゃないですかね。だから夢の希望をね、持たせるためにイングリッシュですね。英語は得意ですか？あ、得意じゃないです。あ、そうなんですね。国語は得意ですか？あんまりですけど、やっぱりちょっと教えたいなっていう、自分も勉強しながら行きたいなって思ってます。今日はありがとうございました。では以上です。退場してください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きます。あ、行きます。ありがとうございました。国語です。国語で。はい、ということでどうぞお入りください。失礼いたします。こんにちは。こんにちは。どうぞお座りください。ありがとうございます。お名前の方お伺いしてもよろしいでしょうか？はなすみです。お願いします。松本哲也です。お願いします。ちなみに何の面接なんですか？私たちちょっとなんか突然呼ばれちゃったけど。え、何の面接か分かってないんですか？あ、なんか突然なんか呼ばれて、なんか突然呼ばれて来たみたいな感じだ。今回はダンサーの教えですか？採用させていただきました。あ、まだです。ごめんなさい。今回面接で決めていこうかなって思います。え、子供は好きですか？大好きです。 Yes。 ダンスは好きですか？好きです。結構好きです。どういうジャンルが好きですか？全部好き。全部好き。はい。あ、Yes。 あ、Yes。 何が好きですか？何でも踊れます。何でも踊れるんですね。はい、行きます。何だ。え、もしかして外国人ですか？ Yes。 How are you？ 日本語でちょっとお願いします。すみません、失礼しました。ちょっと英語がわからないもので。教えるのは得意ですか？いや、あまりちょっと苦手ですね。苦手ですか？ですね。どこで働いてましたか？どうですか？ディズニーです。ディズニー、キャストさん。私、ユニバなんですけど。2人ともキャストさんやられてたんですね。そうですね。すごい。接客の方は得意な方なんですね。そうですね。
え、ちょっとせっかくキャストさん風みたいにやってもらっていいですか。皆さんこんにちは。本日はひぐまさんスタジオジャパンにいらっしゃいまして誠にありがとうございます。皆さん今日も一日楽しんでいきましょう。どうぞ。素晴らしい。ありがとうございます。すごいですね。もういいです。最後にじゃあご年齢の方。私はですね、63歳なんですか。18歳っていう設定でしてるので。あ、そうです。本当は63歳。そうですね。なるほど。何歳ですか。あと2ヶ月で73歳なんです。73歳なんですか。21歳です。21歳。あ、もう一回質問いいですか。志望動機お願いします。やっぱり私天性の何かやっぱ出てる。わかります。あ、オーラがあるということですね。そういうことですね。あ、素晴らしい。あるのでなんかやっぱりみんなにキラキラを分け与えようかなって。私もこのこっからこう分け与えてあげようかなって。わかりました。でもそれちょっとよ、もうテミちゃんどうしよう。私何でもできるんで。はい、何でもできるんですか。特に何がなんか得意とかありますか。ダンスです。ダンス振りを考えるのとかですか。そうですね。やっぱダンス好きですか。まあまあですね。え、まあ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 なんですか。そろそろ時間かな。ちょっと待って。ね、はい。あ、もうやだ。すみません、ちょっと時間なんです。すみません。すみません。行くよ。はい、ということで終わりました。疲れた。はいって言わせるのも難しかったですし。質問するのもすごい難しかった。あ、そうですね。結果ですね。意外とパラッといっちゃってる。確かに。なんで。そうですね。じゃあちょっとお願いします。発表。本日の勝者は、じゃん、引き分けでーす。胸キュンのセリフをカメラへ。え？です。どうも。すごい。またクロール。もうさっきやっちゃった方がいい。やっちゃった方がいい。おさすが度胸が。さすが。先に回した方がいい。いいですか？はい、お願いします。好きです。あ、じゃあ行きます。はい。はい、お願いします。手裏剣アルコール手裏剣これかったわけであげたんだ。アルコールそうですね。やってあげた。手裏剣こうやってやってあげるよ。胸キュンです。アメリキュンです。アルコールあげてるだけで胸キュンです。そうです。でも濃いね。やってあげた。さすが。お願いします。あれちょっと鼻毛生えてない。お、ちなみにそちらの畑どうされるんでしょうか。あ、食べます。食べます。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様、今日も頑張ったね。おーい、おーい、これタオルとか取れたらさ。じゃあ、いいですか。はい、黒歴史を暴露してください。え、黒歴史。妹と間違えて全然知らないしに声かけたです。あー、恥ずかしい。昔マネキンが洋服屋さんに行ってずっと手をつないでたことです。イエイ。ずっと冷たいなーって思いながらけど、いろんな人と手つないでた。あ、コメダってあるじゃないですか。
あんで、それになんか白モワールっていうのがあって、その上に1個チョコっていう桜っぽがあると思うんですね。そちらを食べておりまして、結構あのこうおしとやかにこういう感じで、こういう感じで出すことが多いんですけど、あのなんか話してる時に、あれ口の中にないなって、あれなんか残っちゃったと思ったらですね、目の前のお水の中に入っておりました。しかも友達の前で晒してしまいました。以上です。学校で牛乳パックを配布されるじゃないですか、うん、でそれをあの飲んでたんですよ。でもうあのなんて言うんだろう、ぐちゃぐちゃみたいななるじゃん、なくなったら、なるじゃん。でそれで、あもうなくなったと思って、そのままあのごちそうさまでしたみたいな片付けしに行った時にぐちゃってめっちゃ牛乳入ってた。あっ、ぐちゃってやったことです。最近ありました。最近しかも最近。はい、ということでですね、今回は、はいと言ってはいけないメッセージをさせていただいたんですけど、クラウドクリエイターさんの方でも、コラボ私たちさせていただいているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。お願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。